こんにちは、野口渉です。今回はオンラインコースやオンラインセミナーを作る場合のおすすめの機材をまとめて紹介していきたいと思います。この機材の選び方は本当に重要で、この選び方だけでライバルと差別化することができますので、予算や目的に応じてしっかりと最適なものを選ぶことが重要になります。私も実際に機材の選び方ですごく変わったなと感じていまして、例えばユーデミーでベストセラーの講師になれたりとか、ティーチャブルで独自のオンラインコースをいくつも作ることができたりとか、あとはウェビナー形式のエバーグリーンローンチで CVR 30% 以上で制約できたりとか、でおかげさまでですね、本当1万人以上の方に受講していただくことができまして、まあ、それくらいですね、安定して結果を出すことができているのも、もちろん受講してくださっている方のおかげではあるんですが、まあ、機材にも多少なりともこだわって取っていったっていうところも大きく影響しているんじゃないかなと思います。なので今回はこれからオンラインスクールとかセミナーとかオンラインコースやろうとしている方がどんな機材を買って始めればいいのかっていうところを紹介していきたいと思います。オンラインコースとかオンラインセミナーってまずパターン2つありまして、1つ目がスライド形式のオンラインコースやセミナーですね。で、2つ目が顔出し形式のオンラインコースやセミナーになるんですけれども、まず1つ目、スライド形式ですね。これユーデミーとかがそうですよね。スライドがパソコンにこう映されていて、それでこう音声で会話をしていって講義をしていきますっていうタイプなんですが、正直コースの内容を伝えたりとか何かを教える場合っていうのはもうこの形式が一番分かりやすいと思います。他のメリットとしては顔出ししなくていいので作業も楽なんですね。画面の録画と音声だけ入れていけばいいので、まあ、これからシンプルにオンラインコースとかオンラインセミナー、まず簡単なものからでもいいから始めていきたいと考えている方だったら、まずこのパターン1をやるといいと思います。パターン1だけでも十分にビジネスは可能です。はい、じゃあですね、ユーデミーをはじめとするパターン1の場合で行く場合、何がいるのかというと、まず考えないといけないのはマイクと画面録画ソフトとパソコンですね。この3点は最低必要になります。じゃあまずマイクからなんですけれども、これ予算に応じて全然違うんですが、私がやっぱり一番いいなと思うのはですね、まあ、こちらのマイクなんですけども、これブルーのスノーボールっていうマイクですね。まあ、Amazon とかでも売ってるんですけども、1万円ちょっとの金額でかなりいい音質で録音することができますので、まあ、初めての方はまずこれ使うのが一番いいのかなと思います。他にもですね、ちょっと現物ないんですが、キングストンのですね、名前がハイパー X というマイクがあるんですけれども、ちょっと画像こっちに出しておきますね。で、このマイクもスノーボールよりかは高いんですが、まあ、それでも比較的安価なマイクで音質もめちゃくちゃいいです。これ使ってらっしゃる先生たちいっぱいいます。なのでまず予算を抑えて、かつ高音質で撮りたいと思った場合はブルーのスノーボールかキングストンのハイパー X、 どっちかを選んでいただければと思います。なんでこれマイク大事なのかっていうと、オンラインコースの品質は音質で決まると言っても過言ではないんですね。本当に音質によって評価のされ方とかコースの売れ方っていうのはもう全然変わってきます。もう最悪音質を良くするだけでも評価上がりやすくなってきますし、売り上げも伸びやすくなってくるんですね。で、ここって本当に機材をちゃんとすればすぐに解決できる問題ですので、まあ、最低限ブルーのスノーボールか、キングストンのハイパー X かどちらかを使うようにしてください。はい、でですね、もしですね、もっともっと音質にこだわって、例えば音質がいい先生よりもさらにいい音質で差別化をしていきたいと思った場合のマイクなんですけれども、こちらのロードのですね、NT1っていうやつですね。このマイクがあるんですけど、まあ、これよくラジオのパーソナリティさんとかよく使っているコンデンサーマイクですね。で、これもすごくいいマイクです。私が今まで使った中ではこのマイクが一番音質いいなと感じています。このマイクはですね、ブルーのスノーボールとかキングストンのマイクよりかはちょっと高くてですね、まあ、3万円くらいですかね、多分2倍くらいの金額はすると思いますので、ちょっと予算に余裕がある方はこういったマイクも検討してみるといいと思います。ただこのマイク使う場合はですね、ちょっと必要な機材がもう1個増えまして、こういったですね、オーディオインターフェースっていうのがいるんですね。これパソコンとマイクの間に、かませる機械なんですけども、まあ、なんでこれがいるかっていうと、この端子がこの大きいタイプのこの丸い端子 USB じゃなくて、この端子の場合ってこのインターフェースがないとパソコンつなげないんですよね。だからあの高品質なマイクってこの端子のタイプかなり多くて、この端子の方が、まあ、基本音質はいいとは言われています。よくあのバンドのレコーディングとかでもインターフェース使ってる方多いと思うんですけど、まあ、これも必要になってくるので、ちょっと予算に余裕がある方はロードのマイクとこのローランドのオーディオインターフェースの組み合わせとかで使っていただけると、まあ、かなりいい音質で交差できると思います。
はい、じゃあ次ですね、スライド形式の場合で必要な2つ目の機材、画面録画ソフトですね。これ何がいいかというと、 Mac の場合はスクリーンフローですね、 Windows の場合は Camtasia、 この2つのソフトさえ押さえておけば大丈夫です。で、スクリーンフローの方が安いので、パソコンが Mac の方だったらもう迷うことなくスクリーンフローを使っていただいて OK です。スクリーンフローがだいたい1万5000円くらいだった気がしますね。で、 Camtasia が2、3万くらいするので、ちょっと1万円くらい高いんですけれども、もうどちらかのソフトを使っておいた方が変なエラーもないですし、変なストレスもないので、ここはお金かけていただいた方がいいんじゃないかなと思います。一応ですね、フリーのソフトでもできるんですが、結構いろんなエラー起きてしまったりとかですね、変な時間使ってしまって、もうやる気なくなってしまったりとか、結局完成しなかったりするので、これしっかりと使っておいた方がいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次、パソコンですね。パソコンに関して私はいつも MacBook Pro を使っています。MacBook Pro の13インチ。の2019年モデルですね。これ以上のスペックのものっていうのは、この画面録画タイプ、スライドタイプはもう必要ないんじゃないかなと思います。スペックも本当 MacBook Pro のデフォルトのものでも十分だと思います。メモリとか上げてもいいんですけども、デフォルトでも十分に編集ができますので、まずは MacBook Pro 1台持っておくとかなり便利ですので、これを検討いただけるといいんじゃないかなと思います。では次はですね、スライド形式のコースを作る場合にあるとなおいいアイテムがあるんですけれども、これ Adobe のソフトで Adobe オーディションっていうソフトがあるんですね。これ何かっていうと、音声を編集する専門のソフトなんですけれども、もちろんですね、そのプレミアプロとか動画編集のソフトでも音声いじることができるんですが、音声だけをいじるソフトを使うことによってですね、声が前に出やすくなったりとか、すごく聞きやすくなるんですね。特にこのスライド形式のオンラインコースとかセミナーの場合っていうのは、もうスライドと音声だけの勝負になるので、この音声がいいっていうことはすごく差別化のポイントになってくるんですね。なので本気でいい音質取りたいと思ってらっしゃる方は、この Adobe オーディションもしっかりと使って編集をしていくといいと思います。次はですね、パターン2の顔出しで撮る場合ですね。これやっぱりスライドと比べるとちょっと大変です。必要なものはまずカメラとマイクと編集ソフトと、あとはパソコンですね。まずカメラからなんですけれども、正直ですね、私が思うのは映像よりも音質の方が重要なので、正直映像に関してはもう iPhone とかスマートフォンでもいいと思います。で、撮ってみて、もしですね、もう少しいい映像で撮りたいなと思った場合は、このソニーの ZV-1 っていうですね、 Vlog の人たちがよく使ってるカメラなんですけれども、これ10万円いかないくらいのものだと思うんですが、これあればすごくいいと思います。こういった映像も撮れますし、ちっちゃいので旅の Vlog とか作るときもすごく便利なんですね。で、すごい使いやすいので、これ1台持っておくといいのかなと思います。もっとですね、いい映像でしっかり撮っていきたいっていう方は、GH5 とかが有名なんですけれども、ちょっとカメラ切り替えてお見せしますね。はい、これですね、 GH5、っていうカメラなんですけど、これ YouTuber たくさんこれ使ってますよね。ただ結構金額が高くてですね、しっかりこうレンズとかも違うもの買ったりすると、全部合わせ20万とか30万くらいの金額が必要になってくるので、これは本格的に映像制作をやりたいとかっていう方でいいと思います。そこまでこだわらなくてもいいんじゃないかなと思います。あと GH5 とかだと結構やっぱ大きいので、こういったその家の中の撮影とかはいいと思うんですけども、旅行に行くときとかですね、なかなか持ち運び大変だと思うんですね。なのでこの ZV-1 とかを使っていただけるといいんじゃないかなと思います。今この映像を ZV-1 に撮っているんですけども、そこそこ綺麗に撮れてると思いますので、これくらい綺麗だったら十分なんじゃないかなと思います。はい、では次はマイクですね。こういった顔出し動画の場合ってマイク大体2種類あってですね、ガンマイクって言ってカメラの上にこうついてるようなマイクか、こういったピンマイクですね、ここにちょっと見えないかもしれない、ここについてるマイクですね、こういうマイクがあるんですけど、オンラインコースとかセミナーの場合っていうのは周りの音ではなくて人の声を録音すると思いますので、こういったピンマイクの方が綺麗に音取れると思います。で、おすすめのものはですね、いろいろあるんですけれども、一番その金額帯と品質を考えていいなと思うのが、このタスカムの DR10L というものですね。これ多分2万3000円くらいだったと思うんですけれども、これ2万3000円にしてはすごくいい音声を取ることができますので、これ1台持っておくとかなり便利だと思います。はい、じゃあ3つ目がですね、編集ソフトですね。編集ソフトは大体2つですね。Adobe のプレミアプロか、Mac のファイナルカットプロ、どっちかですね。他にもいろいろとあるんですけれども、このどっちから検討するのがいいんじゃないかなと思います。で、Mac の方だったら、ファイナルカットプロの方が感覚的に使いやすいと思いますので、
まあ、ファイナルカットでもいいんじゃないかなと思います。私の場合は一応プレミアプロを使っているんですけども、なんでプレミアプロにしたかというと、もともとファイナルカットプロを使っていてプレミアプロに変えたんですけども、まあ、個人的にはプレミアプロだと情報がめちゃくちゃいっぱいあるんですよね。使っている人がすごく多いので、このプレミアプロを学ぶためのオンラインコースだったりとか YouTube の解説動画とかがすごくいっぱいあります。使っている人が多いっていうことは、自分が悩んだ時にもうすでに同じ悩みをしている人が他にいる確率が高いので、結構問題も解決しやすいですね。なので私の場合プレミアプロを使っています。でこの前動画編集のプロの方にお会いした時に、まあ、どっちがいいですかっていう質問をしてみたんですけれども、まあ、Mac 使ってる方でそこまで細かい編集がいらないんだったら Final Cut Pro の方がやっぱり使いやすいっていう方多いので Final Cut でいいんじゃないですかというお話でした。もっと細かい編集をしたりとか、もう動画を追求していきたいという方だったら、まあ、プレミアプロを使っておいていいんじゃないですかというお話でしたので、まあ、そこはまあ自由に選んでいただければいいのかなと思います。はい、じゃあ最後ですね、顔出し動画の場合のパソコンなんですけれども、 MacBook Pro をちょっとスペック上げて編集してもいいと思いますし、私の場合はですね、Windows の BTO パソコンですね、 Adobe のプレミアプロを使う専用に組み立ててもらって、まあ、10万くらいでかなりハイスペックなパソコンを仕込んでもらったので、それは今デスクトップですね、これを今使っています。動画編集に関してはそれなりのスペックがあった方が快適に作業できるので、まあ、ここに関してはもし Mac だったら Apple Store の店員さんとかに相談した方がいいです。例えばプレミアプロとかもしくはファイナルカットを使おうと思っているんですけれども、どれくらいのスペックがあるといいですかっていうふうに聞いてみてください。あと BTO パソコンとかだったら、例えばドスパラとかマウス PC とかあると思うので、まあ、お問い合わせとかもできますから、そこでこのソフトを使って編集しようと思っているんですけれども、一番最適なスペックどれですかっていうふうに聞いてみてください。それで選んでもらうのが一番確実だと思います。はい、じゃあ今回の動画は以上になります。今回はですね、オンラインコースとかセミナーを作る場合のおすすめの機材を紹介していきました。これからやっぱり起業したりとか副業を始める方って、最初にこの投資をするの結構勇気いるし大変だと思うんですね。ただここで例えばそのすごくこう安いもので悪いものとかを買って後から買い直すよりかは、最初からある程度のものは買っておいた方が結局コスパもいいと思いますので、今回紹介した中からですね、何かいいなと思うものがあれば検討していただければと思います。で詳細は概要欄の方に貼っておりますので、もしこの機材の詳細を見られたい方はですね、概要欄から見てください。ちなみにアフィリエイトリンクとかは貼っていないので、そのまま飛んでいただければAmazon とかで買えますので、見てみていただけるといいと思います。はい、ではこのチャンネルではですね、こういった機材の紹介はもちろんなんですが、個人にフォーカスをして最新の企業だったりとか副業の情報を発信していますので、チャンネル登録も合わせて行っていただけると嬉しく思います。では今回もありがとうございます。